キューとアヒージョできたよ。チーズフォンデュもやってみてね。あー、いい匂い。森に行く前に下ごしらえしててよかった。温めるくらいですぐ食べられるし。トウヤはもう大丈夫そう？木から降りた途端膝ガクガクになっちゃってたけど。ああ、すまない、迷惑をかけたな。気にすんな。だいたいお前がいなかったら戻ってこれなかったんだしな。迷惑どころか大助かりだ。うん、ありがとう青柳くん。そうか。どんな人にもその人だからできることがあるものだからね。ルカさんの言う通りだったようだな。ん、私がどうかしら。わ、ルカさん。あ、ルカさん、どうかしたんですか？急にトウヤのスマホから出てきて。お邪魔してごめんね。みんなトウヤくんたちがどんな様子かって気になっちゃったみたいで。みんなって、あ、私のスマホ光ってる。あ、私たちのも。トウヤたちで作ったの。いいな、いいな、私もバーベキューしたい。わあ、テントも張ってあるんだね。ここでゴロゴロできたら楽しいだろうな。ちょっと、みんなは歌のイメージを合わせるために来てるんだから、あんまり邪魔しちゃダメよ。また突然出てきたな。ごめんね、ルカがみんな楽しそうにキャンプしてるって話をしたら見に行きたいって言い出してさ。私たちは全然構わないよ。せっかくだし一緒に楽しんじゃおう。やったー。それにしてもバーベキュー美味しそうだな。俺たちも食べたいな。なんて。そうね、ここで一緒には食べられないけれど、お店に戻ったらテラスでバーベキューしてみる？本当？やりたい、やりたい。やったー、ありがとうメイコ。いっぱい焼いちゃうぞ。あはは、カイトってばはしゃぎすぎ。じゃあ早速食べよっか。最初の串は頑張ったトウヤにあげる。ガブッといっちゃって。ガブッと。串から外さないのか。それもいいけど、やっぱり外ならガブッといくのが美味しいよ。そうそう、ガブッとガブッと。そうか、なら。ああ、確かに美味しい。今まで食べたどんなものよりも美味しいかもしれない。本当？よかった。このアヒージョもうまいな。あ、ちょっと勝手に食べないでよね。はい、ご羽もどうぞ。ありがとう、アンちゃん。美味しい。この串、人参刺さってんじゃねえか。ピーマンと並んでると彩りいいでしょ。ちゃんと食べてよね。ふふ、頑張れ、アキト。くそ。みんな、少しいいか。今ならいい歌を歌えそうな気がするんだ。一緒に歌ってもらえないだろうか。もちろんいいよ。じゃ、あの新しい曲だな。だね、あの曲のために来たんだし。お？それじゃあ私たちは成果を見せてもらおうかな。そうね。はい、ぜひ聴いていてください。
それじゃ、行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。これは、いい歌だね。今、なんかいつもより合ってた気がしない？うん、なんでだろう。そこまで合わせ練習したわけでもねえのにな。予想が当たったな。予想？なんとなくだが、今日はいつも以上に全員の息が合っているような気がしたんだ。いつもと違う形で力を合わせたからかもしれないな。いつもと違うっていうと、テントを張ったり料理を作ったりしたから？本当にそんなのが歌に関係するのか？わからない。だが実際にいつもよりも合っていただろう。それは確かに、そうだな。トーヤのおかげで、私たちもいい勉強になったね。うん、来てよかったね。そういえば、デザートにマシュマロ持ってきたんだ。みんなで焼こう。いいね。チョコソースもかけちゃおう。クッキーに挟んで食べるのもいいよね。二人とも食べる気満々だね。そういや、小羽はちょいちょい写真撮ってただろ。どんなのが撮れたんだ？あら、写真も撮ってたのね。私も見たいわ。はい、これはパプリカを切ってる青柳くんだよ。これはとても険しい顔だな。だな、眉間のシワがやべえ。あ、ねえねえ、後で集合写真撮ろうよ。小羽も写ってないと寂しいし。そうだな。それから、あずさは、後でそのデータをもらってもいいか？写真を部屋に飾ろうと思う。わざわざ印刷すんのかよ。ダメだな。じゃあ私はホーム画面にしよっかな。縦向きでも撮ってもらおうっと。じゃあ横向きと縦向きで撮っておくね。おい、そんなことよりマシュマロ焦げるぞ。え？あ、焦げちゃう焦げちゃう。まあ、燃え上がっちゃったよ。へえ。テントを張って、火を起こして、料理をして、森に行って、遭難をして、星を見て、木に登って、今日は、初めての体験ばかりだったな。昔は、どこにも行けないように感じていた。部屋の中で、ひたすらに楽譜と向き合うことだけが、俺のすべてなんだろうと感じていた。だが、今は違う。きっとこれからも俺は想像したこともないたくさんの経験をしていける。今日のことはきっと生涯忘れないだろう。ありがとう。